で一番代表的な冷麺、水冷麺の作り方を紹介します。まず麺から茹でていきます。で麺はだいたい1分強茹でていただければいいと思います。麺がくっつかないようにちょっと始めによくかき混ぜてください。ここでちょっと茹でていきます。そうしましたらこれで麺が茹で上がりましたので、ざるに入れていきます。水の中に入れていただいて、流水で麺をよく揉み込んでぬめりを取っていきます。この時美味しく麺をいただくためには、このぬめりをよく取ることが大切です。氷をたっぷり用意して麺を締めていきます。冷たく締まりましたら、ここで水気をしっかり切ります。冷麺盛り付ける時はちょっとこう指で麺を引っ張りながら形を整えてあげてください。で形を整えて、でこの大根は、冷麺用に甘酸っぱく味付けした大根のキムチです。キムチを乗せます。でここに、お肉を卵を上に乗せるときにもし安定しないようでしたら、ちょっと卵の底を平らに切ってあげてください。冷たく冷やした冷麺スープを注ぎます。最後に彩りで赤唐辛子を添えます。冷たく冷やしていただきたいのでちょっと氷を添えましょう。あまりたくさん入れすぎるとスープの味が薄くなりますので、2、3粒氷を添えてあげてください。が出来上がりました。